皆さん、ここ夢、誰かの記憶、私の心に流れ込んで。ルシフェル様、いらしていたんですね。サンダルフォン、何か変わりはないか？はい、俺も研究所も変わりありません。あ、ただどうした？また役割のことを考えていたのか？はい、どうしても悩んでしまいます。なぜ俺には未だ役割がないんでしょう。四大元素の均衡しかり、適正異分子の排除しかり、すべての天使には役割があります。あなたの司る進化を支えるための。でも俺は安穏と日々を過ごすばかり。何度も言っているだろう、その件で君が案ずることはないよ。ですが、俺もあなたの役に立ちたいんだ。友よ、聞いてもよいか？サンダルフォンについてだ。ああ、随分と奴に目をかけているようだな。他の天使たちが嫉妬しているそうだぞ。君の指示で作ったが、彼の役割は私も知らない。そろそろ教えてもらえるか？彼は何のために生まれてきたのだ？今となっては粗末な話だ。故にお前にも伝えなかった。奴はお前のスペアだ。お前の身に何か問題が起き、稼働不能な状態に陥るなどすると、奴が覚醒して一時的な代役を務める。お前が回復するまでのつなぎ要員だな。スペア？一時的な代役？だが結果的に言えば杞憂だったよ。お前は私の想像をはるかに超えていた。問題など起きようもない思考の存在だ。サンダルフォンは何の役にも立たん。あの不要品は適当な時期に廃棄する。お前の愛玩用として飼ってもいいがな。ああ、そんなことより新たな検体がある。新区画に来い。お前の意見を聞きたい。わかった。不要品。ルシフェルさんのつなぎ。何の役にも立たない。嘘だ。じゃあ俺の存在意義は一体？ごきげんよう。君は気を失っていたんだよ。あなたは。コーヒーは飲めるか？悪いが、砂糖はないぞ。いいです。それよりここで何を？俺たちが作られた場所だ。かつて星の民の研究所があった。だが青の少女か。まさかこんな姿形をしていたとは。姿形？
私のことを知ってるんですか？君よりは。だが、創世神の思惑など、俺には関係のないことだ。もうじき空と星の物語が終わり、天の世界の新たな神話が紡がれる。そんなこと、私たちの物語は終わりません！彼は、とってもとっても強いんです！どんなに苦しい時でも、どんなに悲しい時でも、たった一言でみんなの心を変えて、私も何度も励まされました。ずっと励まされてきました。いつも、いつだって。だから、彼はすごいんです！あなたの思い通りにはさせません！だが奴は来る。俺の思惑通り、ここにね。まあいいさ。では、また後で。君はここで泣いているといい。泣きませんよ！Pさん、皆さん。ルリアちゃん。ロセッタさん。もうちょっとの辛抱よ。必ず解放してあげるから。皆さん、ルリア、大丈夫か？ちょっと待ってろよ。ごきげんよう。赤き竜。ミカエルとガブリエルも来たのか。余計な真似はせぬ。もっとも、その力も残っておらぬがな。私たちの役割は、進化の観察に集約される。見せてもらいましょう。世界の行く末を。この後に及んで仕事熱心なことだ。ここに来たということは、身柄の交換に応じると。では、なぜ俺の前に現れた？まさかとは思うが、実力で奪い返せるとでも。聞いていなかったのか？俺を阻める可能性があるとすれば、ルシフェルを置いて他にはいない。思い上がるな。所詮は奪った羽の仮初めの力に過ぎぬ。もう完全に馴染んだ。少々持て余すほどにね。すでにルシフェルは愚か。俺を損なえる者は、俺のみかもしれんな。そう。では、赤き竜の羽は必要ないのでは？必要はない。だが奪う。ルシフェルの遥か頭上、神を超えた境地を見たい。何なんだよ、ルシフェル、ルシフェルってよ。お前は結局そいつのことバカだぜ。ん？役に立ちたい、ルシフェルさんの。何？貴様、何を見た？俺の何を見ている？なんだ？急に奴が動揺したぞ。ルリアちゃん、続けて。はい。この感覚は、尊敬する人に認めてほしい。愛してる人に慰めてほしい。あるいは、自分を許してほしい。もういい。気が変わった。赤き竜は生きたまま解体する。その臓物を一遍君らに食わせる。
この週末に最後の晩餐を楽しむといい。はい、来るぞ。今よ、ルリアちゃん。ロセッタさん。ロセッタ知っている。の力を借りたの。チャンスは一度きりだったが、なんとかハマったみてえだな。褒めて使わすぞ、ウリエル。貴様にしては巧みな奇襲だ。自分を損なえるのは自分のみ。彼、その言葉を証明したみたいね。チッ、無様な戦法だな、ウリエル。この程度で一矢を報いたつもりか。うるせえバーカ、てめえの鼻を明かせりゃいいんだよ。はあ、くだらん、くだらん上に始末が悪い。君らは本当に手を焼かせ、天の世界を形成するために無益な損害は避けていたが、君らが悪いんだぞ。さあ続けよう。審判の鐘を鳴り響かせるんだ。なんだ、奴のまとう気配は。すでに天使とも魔物ともつかぬ。数種の羽が混在して未知の怪物になったみたいね。どうしましょう。このままだと島ごとやられちゃいます。くそ、せめて手が届きさえすりゃ。おい、降りてこい、卑怯者。ユグドラシル、どうしたの？何か気になることが？ああ、なるほど、そういうことね。往生際の悪い子たちが到着したみたい。往生際の悪い子だ？お前たち、何を笑ってやがる。神だか天使だか知らねえが、俺はルリアと約束したんだよ。どんな時でも駆けつけるってな。そうよ、あのワッカたちはみんなで退治したわ。
追い詰められてるのはあんたよ。そういうこった。カタリナ、皆さん本当に衝突するつもり？むちゃくちゃだぜ。そんなことしたらただじゃ済まねえぞ。そうでもない。ラファエル、貴様今まで何を。天使の感激を縫える者は天使のみ。空よ、今こそ風を。この追い風は凄まじい力が集まってきたぜ。ラファエル殿の援護だ。このままサンダルフォーに突っ込むぞ。今度はラファエルか。やっぱり油断してたわね。今更気づいたって遅いんだから。進路は制御不能、速度は針が振り切れてて不明。頼むぜグランサイファー、お前さんに俺たちの全てをかける。やったわ、サンダルフォンが崩れたわよ。すげえ。でもグランサイファーは無事なのか。はい、大丈夫みたいです。ちょっぴりフラフラしてますけど。では最後の攻勢に出るぞ。今よりナンジラを船まで移動させる。奴に三撃目を与えて終止符を打て。ラファエル、貴様反撃に足る好機を待ち策を練り力を貯めていたのか。イユの異名を誇るあなたなら確かに回復が早いはずよね。おい人間ども、あのクソ野郎をぶっ飛ばしてこい。ギッタギタのをめっためたにな。言われるまでもね、オイラたちがとっちめてやるぜ。そうです、この世界とここに生きる皆さんは私たちが絶対に守ります。その息だ。行ってこい、空に生きる人間たちよ。はい、行ってきます。ごめんなさい。